ですね、車のネタになるんですけども、トヨタら6社が燃料電池トラックを実証へ、2022年に物流業務に実証導入というニュースですね。ヘッダーから読んできます。アサヒグループホールディングス、性能運輸、エンネクストロジスティックスジャパン、NLJ、ヤマト運輸、トヨタ自動車、日野自動車ら6社が燃料電池大型トラックの走行実証を行うことで合意したことを発表。2022年春頃から走行実証を開始する計画だというニュースですね。実はこのニュースですね、前回の動画ですね、アメリカの北米の燃料電池トラックの記事の下の方にちょろっと載ってたんですけどもね、まあ気づいた方もいたかもしれませんけれども、まあ、こんな感じですよね。結構かっこいいなと思います。まあここに載ってるね、カラーリングがそう見せてるのかもしれませんけれども、まあちょっとここら辺の形とかもね、通常のトラックと違うなという感じがしますね。アサヒグループホールディングス、性能運輸、ネクストロジスティックスジャパン、ヤマト運輸、トヨタ自動車、日野自動車ら6社は2020年10月13日、燃料電池大型トラック、以下 FC 大型トラックの走行実証を行うことで合意したと発表した。2022年春頃から走行実証を開始する計画だというニュースですね。まあこんな感じです。で今回取り組みは国内商用車全体の CO2 排出量の7割を占める大型トラック領域における CO2 排出削減を目指すもの。やっぱり結構大きいんですよね。トラックの排出量っていうのはね。FC 大型トラックはトヨタと日野が共同で開発し、アサヒグループ、NLJ、性能運輸、ヤマト運輸、トヨタの5社が2022年春頃から各社の物流業務で実証走行を行うと。で、これ、関東地区のね、ニュース、地図ですけども、まあ、これだけ物流のこの拠点が決まってるので、まあ、これが決まってるってことはですね、水素ステーションの設置を置きやすい、場所をね、特定しやすいというところが結構ありますね。で、開発する FC 大型トラックは、日野プロフィア、FR1AWHG をベースとする25トンの車両を想定。新たに開発する大容量の高圧水素タンクを搭載し、航続距離は600キロを目指して開発を進める方針と。まあ、以前ちょっとね、ご紹介した液体水素を燃料とするダイムラーの車よりはちょっと航続距離はだいぶ少なくなりますけどね。幹線輸送に使われる大型トラックは十分な航続距離と積載量、短時間での燃料供給が求められる。その電動化においては、エネルギー密度の高い水素を燃料とする燃料電池システムが有効であり、環境性能と商用車としての実用性の高次元での両立を目指すとしているということですね。まあ、以前からね、私はこの動画のチャンネルで、まあ、大型トラックですとかね、バスとかっていうのが燃料電池車として、ね、向いてるから早く入らした方がいいんじゃないかっていう話をね、自分なりにしていたんですけども、やっと動き出したかなっていう形です。で、やっぱりその用途が限られているっていう、こうね、幹線道路をよく走る、その定期便なんかのこの車ですよね、こういったところ。だから、そういうところですと、水素ステーション、もう先ほども言いましたけどね、作りやすいので、まあ、こういう車を動かすには、燃料も供給のね、システムっていうのもやっぱりしっかりと組まないといけないですから、水素ステーションをこう作りやすいっていうこともあるのと、まあ、これだけですね、まあ、性能とかですね、この NEXT Logistics Japan NLG っていうのがですね、まあ、このロジスティックスですから、運輸関係をですね、こう一点になっている会社なんですけども、まあ、ヤマトもそうですよね。そういった会社が協力し合ってこういうのができているっていうのがやっぱり特徴かなと思います。トヨタさんとか日野自動車さんだけがこう車を作ってですね、はい、使ってくださいっていうよりかは、まあ最初からですね、その運輸関係をね、ロジスティックスを担っている会社が協力してね、こういったところを行うっていうのは非常に有効的かなと思います。まあ未来とかがね、やっぱりどうしても売れてないので、こういった大型車両からどんどん変えていく、それと
耐久試験的なものもですね、こうやりやすいんじゃないかなと思いますね。なぜかというと、やっぱり1日の走行距離が多いということと、やっぱり、トータルで、ね、使う距離数とかですね、耐久性、求める耐久性っていうのが、一般の車より段違いに多いので、まあ、走行実験という形でもですね、非常にいろんなものが得られるんじゃないかなと思いますしね。はい。まあ、そんな感じですね、ちょっと FCV の大型車両の記事が続きましたけれども、やっぱりこれね、どんどん流行ってほしいなという意味も含めてですね、ニュース、動画にさせていただきました。はい。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。